アーリントンカップは日本中央競馬会が阪神競馬場で出行する中央競馬の重賞である。正賞はアーリントンパーク競馬場賞。1987年に創設され、1991年に廃止されたペガサスステークスを前身とする。3歳馬による別定重量戦の1600メートル戦だった。1992年から 阪神競馬場とアーリントン国際競馬場が提携を結んだのを起きに、ペガサスステークスはアーリントンカップに改称された。アーリントンパーク競馬場からは、賞の寄贈が行われている。一方、姉妹提携先のアーリントンパーク競馬場では、交換競争として阪神カップステークスが施行されている。2018年より NHK マイルカップのトライアル競争に、 指定されるとともに NHK マイルカップの優先出走権を3着までに付与されることになった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳負担重量、バレエ2018年より NHK マイルカップのステップ競争に指定され、地方競馬所属馬は NHK マイルカップの出走候補馬が出走、可能なほか、 JRA の3歳芝重賞競争の優勝馬及び2歳 GI 競争の優勝馬にも出走資格が与えられる。2021年の1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も 現行表記に揃えている。主催者の JRA によれば、1992年の開催は第1回アーリーントンカップであり、手続き上はペガサスステークスは廃止、アーリーントンカップは新設とした。しかし現在はアーリーントンカップの前身がペガサスステークスであると説明している。2000年は阪神ハンディキャップ、2001年から2011年は、 阪神カップハンディキャップ2012年からは阪神カップステークス1マイルの G3 戦で当初はダートコース2007年からはオールウェザーコースで行われている各界競争結果の出展ありがとうございます